9月16日土曜日午後6時37分の日本海はもう真っ暗ですね。まあ、目では見えてるんですけど、このカメラで撮影する限りは真っ暗ですね。海には筋のようなうねりは入ってます。風は全くないですね。夕凪です。筋のようなうねりがインサイドからショアブレイクしてますね。肉眼では見えるんですけど、カメラの動画では見えないので、一応あのテクニックを使って、月を撮影するモードで撮ればなんとか海が映るので、それでカバーしていきたいと思います。風はありません。海は筋のようなうねりのみ。明日どうですかね。干潟はこんな感じです。海は筋のようなうねりのみです。